久保さんお疲れです今日疲れましたね8キロぐらい歩きましたね8キロ7キロのリュックを背負って8キロ歩きました <laughs> 8キロぐらいいい運動をしましたねいい運動をしたまあ今回罪にしましょうか罪うん多分世の中で一番罪があるまあ一番罪があるうんんだろうな ままあまあ時間を無駄にするのは僕は罪だなと思うんですね。うん、多分ね、まあ、タイムマシンないので、あのー、過去に戻れないので、久保さんが言う通りね、もう元旦終わった瞬間に今年終わったなみたいな、なんかね、一日一日がなんか、あれですよね。なんだろうな。 早いですよね。早い。うん。そう、前なんかそのラーメン屋で。暇つぶし。できたみたいなね、隣でめラーメン食ってる人がね。暇つぶしできたは言うてたんですけど。暇つぶしてる、暇をつぶしてる時間はあるのかっていうね。うん。まあ、もちろんね。えー、あのー。自分の人生の中で。ゆっくり時間を。 優雅に過ごすっていうのもまあ大事かもしれないけどそれはことをなしてからなんだろうなある程度なしてからじゃないかなと思うんですよね。まあん,んか人生で言うならばまあまあまあ一般的に言うと、まあ、定年退職ゆっくりとこたつにみかんはまあいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ退職期、まあ、昔の年功序列でね昔の年功序列があって。 蓄えもまあまああって退職金もがっぷり入って年金もちゃんと入ってきてでまあその老後1億円ぐらいあるまあ1億ぐらいあればなんとかなるんじゃないですか60からああ60でも100年きまで生きるとしたら40年か40年1億か40年1億だったらまあちょっと難しいか200万で10年で2000万でしょう 300万で10年で3000万。だ二百200万ちょっとっすね。1億だったら。100歳まで生きたとするならば。年間。うん。300万だと、年間300万必要ってなると、40年だったら一億超えちゃいますよね、多分ね。10年で3000万、30年で9000万ですもんね。うん。 まあもう90歳までだったら1億あってあれか年間300万使えるって感じですよねでもそ,それってまあまあいなくないですかどうですか退職金がっぽりもらって蓄えもあって60歳超えて1億円の貯蓄ありますっていう人は多分結構少ないんじゃないかなと思うんですよねでもう分かりきってるわけじゃないですか、まあ、数字でこう別に算数で分かりますよね年間いくら使うのか 掛けけ算すれば出てくるわけなんでまあ生きただでねまああなたが暮らせて老後ただで暮らせるんだったらいいんだけどなわけないじゃないですかうんだからまあゆっくり過ごすっていうのはそのしっかり全部やりきった後はゆっくりでいいと思うんですけど例えばまあ今日全部やりきったなっていうところで、まあ、ゆっくりするのはいいんだけどうん。 今日もなんだ僕は、R、8キロ歩いてましたけどまあインスタの写真撮ったりとかまあ動画撮ったりとかまあ散歩しながら8キロ歩きながら動画コンテンツとか写真コンテンツ撮ってたしホテル着いた瞬間動画アップロードするとかで動画アップロードしてる間に風呂入り今風呂入りに行ったんですけどとかなんかその あ24時間しかないしでうん必要なので生きていく上で、うん、あなたがその死を選ぶんだったら別ですよあなたが死を選ぶんだったら別なんだけど生きるを選択するんだったらお金は必要で最低200万だとしても1億円ぐらいは100歳までか生きたとするならばね1億ですよ1億が必要ですよね、うん だからまあ僕はまあ5億までは頑張らないといけないなと思ってるんですけどね。うん、まあ5億あればまあなんとかなるかなと思ってるんですけどだから5億稼ぐまでは、まあ、久保さんも貯蓄5億はないと思うんですまあ仮想通貨換金したらわかんないですけどまあ、税金で取られると思うんであれですけど多分キャッシュで税抜き税抜き5億は久保さん持ってないと思うんですね多分わかんないですけど税抜き後で5億。 ないと思うんですよ、ね、まあ僕もないですけど普通に、うん、まあ久保さんが何年生きるのを想定してどういうことやってるのか分かんないですけどまあ少なくても多分ね今,今まで通りのねその車の維持だったりとかまあ教育費だったりとか、まあ、そういうのもろもろ考えたら多分足りないと思うんでだから久保さんもね発信してるしそっか塾いまだに売ってるじゃないですか。 多分足りてないいと思いますね足りてたら別にあの売らなくてもいいと思うんですよ、うん。まあ趣味で動画は撮るかもしれないけど、うん、別に商品売る必要ないですよね、うん。自己アフリートもする必要ないし何もする必要ないですよね。ただもう100%、うん、家族と触れるっていう時間に使えばいいだろうし。 まあでもね僕僕と久保さんは動画を撮るっていうことがちょっと趣味になってちゃってるんでちょっとちょっとじちょっとちょっと違うんですけどね <laughs> ちょっと違う部分はあるんだけどでもまあその目的まあ、趣味に入ってるけどもその要素の中には集客だったりとか商品売るとかそういう要素も入ってますんで完全趣味でやってるのかっていうわけではないですからうん。 だからね、時間を無駄にするのは一番の罪なんじゃないかなと思いますね。限られた時間しかないし。うん、あそう、今日はあれですもん。僕もあの、あの、8キロ歩いて、15時ぐらいに着いたんですけど、まあ、居酒屋がなんかお昼、なんか、 お昼からやってます。昼飲みできます。つってね。さすがに、ちょっと、昼間、これ、あの <laughs>、イジのね、会時の <laughs>、あの、班長ですよ。昼間からビール飲むって、これ、いや、あんまりしたことないから、ちょっと昼間からビール飲んでみよう、みたいなね。めちゃめちゃうまかったですね。さすがにやっぱ8キロ歩いた後の、くーみたいな、うまかった。めちゃくちゃうまかったですね。いや、あの、歩いた後のビールはうまかったな。 でだけどビール飲み終わってねお酒飲んだとこれインスタの写真もまた撮って投稿したんですけどなんだあのそのブログの記事書きましたからね8キロ歩いてビール飲み,の飲みながらでもやりましたからねブログの記事 <laughs> でそのブログの記事を書く前に写真も撮ってインスタに投稿するみたいなだからインスタの投稿はスタバより居酒屋みたいななんかそんな感じで投稿したんですけど ししっかり終わらせましたねビール飲みながらでも終わらせました <laughs> <laughs> あの稼いでる人はやるけど稼いでない人はやらないっていうねいつ稼げるんですかっていう <laughs> うんいつ,いつ稼ぐんですかっていう稼がないとまあ老後分かって ないいんですかっていう <laughs> まあ僕もバカですけど僕もバカですけどバカなりに考えても掛け算は一応できるのでいや掛け算してみてくださいよ <laughs> 本当に掛け算すれば分かる算出できるじゃないですかもうほんとあなたがね自殺するんだったら別ですけどしもうお金ないから死にますっていう多分そういう選択をする人あんまいないんじゃないかなと思うんですよねもちろんその国の補助とかもありますよ あるんだけどもうーんまあ難しいと思いますけどね、うん、そのなんだろう充実した生活を国の補助だけで充実した生活ができるかっていうと多分難しいと思いますけどね、うん、まあ人それぞれですけど少なくても国の補助だけで久保さんの車3台4台を保有維持するのは無理だと思いますけどね <laughs> ね久保さんね。<laughs> 国の あのなんだあのなんか補助金あのなんでしたっけなんかありますよね、うん、そう生活保護か生活保護を受けてんのに車4台持ってますみたいなセルシオとベルファイヤーとなんかぱい持ってますみたいな <laughs> どうっすか <laughs> もう避難殺到っすよねもう生活保護もらっときながらな,なんで車はそんな4台持ってんだって 一番の罪はやっぱねいろんな罪あるんだけどうん時間を無駄にするっていうのがうんやっぱねやっぱ年をとと取れば取るほどすごくそれはねめちゃめちゃ心に刻まれるというか,か今日もねあの歩きながらもいろいろいつも考えてるんですけどまあ本当に早いなっていう今年で僕40なんですけどもうおっさんですよ うんあと10年後50かっていうねなんかマジで早いなっていうだから年取れば取るほどすごく時間の価値がわでも時間だけどその時間の価値がすごく分かってきたんでうん選択もすごくあの精度は高くなってきたかなっていう。うーん うんですね、うん、いややった方がいいと思いますよ何か何でもいいんでやった方がいいと思いますよ <laughs> まあやって結果出さまあ何でもいいんですけどやってあとは結果出すことですねうんとにかく結果出さないとダメなんでやっただけじゃそれはダメですからね や,やるしし結果も出すしってでもその結果に関しては別にその自分の召し空分だけなんですよ。うんまああなたがねなんかその従業員何千人雇いたいとかだったら別ですけど自分の空分だけの結果ですね、うん。それぐらいは結果出さないと。うん、でもそれはなんかすごいことでもないし。 別に当当たたりり前前ののここととじゃん当たり前のことなんですけど、ね、自分の空分結果出すっていう、うん、やっぱ久保さんも僕も昔はやっぱねそのこれはまあすげえ共通する悩みというか悩みというか共通する、うん、もう心に刻まれるぐらいの深いつながりというか。 従業員に給料を払うっていうこの行為がねどれだけきついことかっていうのがねで従業員の給料を払うっていうのはもっとバックボーンを言うと従業員の人生を預かってるみたいなもんなんですよねだからそれは本当に責任が重いからうーんでもそれはもう僕はしたくないですねその,せその責任を取りたくないなもう、まあ、取れる人は取ればいいと思うんですけどね 僕は申し訳ないけどそれはともう取らないですね。従業員の人生の責任は取りたくないですね。うん、自分の人生の責任だけで生きていきたいですね。<laughs> うんはい、ということで、お金は必要です。いってらっしゃい。